のがむしゃらに前だけ見てここまで来たような感じがします。ずっと舞台に片思いしていたような感じだったんですけど、今回こんな素敵な賞をいただけて、なんか少しだけこっちを振り向いてくれたなっていう一瞬だったんですけど、感じがしました。ご褒美だなと思って本当に飛び上がって喜びました。今一度盛大な拍手を。初めて舞台の世界に引っ張ってくれたのは今日いらっしゃっているラサール石井さんで、14年前に私がまだグラビア、そして深夜のバラエティ番組をちょこちょこ出れるようになったぐらいの時に、ラジオでご一緒した時にラサールさんに、小池は何をやりたいんだと言われて、その時に私は舞台がやりたいですと言ったら、すぐ舞台の仕事を振ってくださいました。ラサールさんがいたからこそ私は来から毎年舞台をやることができて今ここに立てていると思います。ラサールさんにも感謝しています。ありがとうございます。来られた皆さんに今一度盛大な拍手を。皆さんよろしくお願いいたします。長いことたってらっしゃる皆さん、またお疲れ様でございました。どうも。